王文華は、中華民国の軍人、建軍に属し、建軍指導者、劉建世の甥であると同時に、孫文支持派でもあった。字は、田林、嘉源。兄は、国民政府で、初代交通部長となった、王伯軍。また、義理の弟は、国民政府で軍政部長、国防部長、行政院長などを務めた、何楊欽である。はじめは、学問に励み、1906年に、教義書院を卒業して、翌年に紀州通り小公立中学に入学した。1909年、琉球専科師範門下に転入する。翌年、教義公立高等小学堂学官となり、この時、第三者の仲介を経て、サンフランシスコ中国同盟会支部に構成員として登録された。1911年、高等小学堂長に昇進し、南秀吾と共に体育会を創設した。辛亥革命の際には、王文華は、劉建世の部隊に属し、建軍第4表艦隊となる。中華民国が成立するとともに、新軍営長に就任した。1913年、滇軍の統継行が、紀州都督となると、王は小警察庁庁長に任命された。同年秋に、唐が、雲南都督に転出し、劉が、森軍師として、省の最高軍政長官となると、王は、副官長も兼任した。この時に、王は、旧来の準防衛を改革して、新軍とすることを劉に提案し、改革を実行して王が、建軍第一団団長となった。1915年12月、雲南の蔡鍔、統継行らが、五国戦争が勃発する。一方の劉建世は、遠征外に反旗を翻すことを望まず、唐からの決別に動こうとした。しかし、王文華は、紀州淳安支隊官と共に、劉を翻意させる軍事的、政治的圧力をかけた。このため、1916年1月27日に、劉は独立宣言を発するに至った。王は、五国第一軍左翼東司司令に任命され、精鋭化した建軍3個団を率いて、四川、湖南省堺へ出撃する。王率いる建軍は、北京政府軍部隊を各地で撃破する軍功を挙げ、五国軍勝利に貢献した。遠征外死後、王文華は、建軍第一師師長に就任し、四川省へ出征して一時は、四川軍務改弁も務めた。その後、四川省において、川軍指揮官たちとの抗争に巻き込まれていく。一方で、1917年8月には、王自ら密かに上海に赴き、孫文と会見して中華革命党にも加入した。王らの孫文支持派若手軍人たちは、紀州省内では、新派と呼ばれ、北京政府支持派で、旧軍、政財界実力者が多い劉建世らの、旧派と次第に対立するようになる。そして1920年11月、王文華は、劉建世打倒のクーデターを発動し、劉を下野に追い込んだ。しかし、王は、劉の甥でありながら、このような挙に出たこと、さらには、旧派要人に対する殺戮が甚だしかったため、批判が強く、王は直ちに紀州には戻れなかった。そこで、王は、孫文支持派の有力軍人である、盧濤を、建軍総司令代理として推している。王自身はしばらく、上海を拠点として、孫文を支援する活動をしながら、時期を見て、紀州に戻ろうとした。しかし1921年3月16日、北京政府への接近姿勢を見せていた王の有力な部下である、袁祖明が刺客を放ち、王は上海で暗殺された。享年35。ありがとうございます。